皆さんこんばんは。ようこそ初耳怪談ファーストテイクへ。この番組では視聴者からいただいた不思議な体験談をもとに怪談師に怪談として語っていただく番組です。まだ誰も聞いたことのない怪談をお届けしていきます。あなたは何気ない日常の違和感に目を背けていませんか？あなたの周りでもきっと起きているはずです。スモーキードライのアトちゃんです。よろしくお願いします。今回ですねお話しさせていただくのは投稿者の方が15年前渋谷で経験したお話です。当時の渋谷って汚いって言ったらなんかあんまいい言い方じゃないんですけど、光栄とかもなくて宮下公園もちょっとまだあんな綺麗じゃなくてすごいアングラな感じ、そういうのがまだある時代だったんですよね。その投稿者の方ね、まあ、21時に渋谷でバイトが終わって、でその後ハチ公前の喫煙所でタバコを吸って何本か、でその後山手線で帰るっていう、そういうルーティーンしてる途中だったです。季節は夏頃でしたかね。こう吸ってるとね、ある女性が声かけてくるんですって。すいません、〇〇さんですか？パッて振り返ると女性なんですよ。その女性ね、こうショートカットで髪色はピンク、耳と唇にピアスをしてて、目の下にはクマがある。でこうお世辞にも肌は綺麗じゃないって。で夏だけど革ジャンを着て、ちょっとまあロック風、まあ他の言い方をするとちょっとメンヘラ風な雰囲気がある、そんなちょっと危うい女性だったんですよ。でその投稿者の方も20代前半っていうこともあって、結構まあちょけてるじゃないですけど、夜なのにサングラスをかけてタバコをふかしてっていう感じの、まあやんちゃボーイみたいな感じだったんですよ。だからまあ類は友を呼ぶじゃないですけど、まあそういうちょっとメンヘラっぽい危うい感じの友達は何人かいたみたいで、まあそんなびっくりすることはなかったんですよ、その女性を見ても。ただその女性知らない方だったんですって。で人違いですよっていう話をして、でまあ事情を聞くと待ち合わせをしてた、出会い系サイトで出会った人と。あ、そうなんですねって。どういうまあ出会い系サイトなんですかみたいな、そんな事情とかを聞いてたら、あのキメセク掲示板っていう、キメセクってあのまあ知らない方もいるかもしれないんですが、薬物とかを使用して、性行為をする、まあするのがまあ昔から、流行ってまして、そういうことをする人たちもいたんですよ。でその掲示板で出会った人と会う約束をしてる。でその待ち合わせをしてた人が投稿者の方と同じようなサングラスをしてた、だから声をかけた。あ、そうなんですね、でも人違いですよっていう話をして、でその投稿者の方もまあ時間があったんでその方の話を聞いてたんですって。横浜から待ち合わせに来た、所持金を持ってない、誰か止めてくれてる、くれる人を探してる、私は荻窪より先に飛んだ。ちょっと何言ってるか本当に分かんないんですよ、支離滅裂で。おそらくまあちょっとその時も薬を決めて終始ハイテンションな感じだったみたいなんです。でそういう話を聞いてると気づいたらもう23時過ぎ、あ、もう2時間近く経ったのか、そろそろ帰るかと思ってそっと立ち上がって歩いてるとその女性ついてくるんですよ。これまずいな、うちに来るかもしれない、どうにか巻かなきゃな、そんなことを考えてたらその女性トイレ行きたいって言い出したんです。あ、これはチャンスだと思って、一応ハチ公前だったんでハチ公の改札をくぐると奥にトイレがあるんで、まあ、そこ案内しようって、駅員さんに事情を説明してトイレを使う許可が出て、でその女性を
っちですよって案内して、でこの改札の奥にトイレがあるんでそこ行ってくださいってその女性に言うんですよ。でその女の子がね、改札をくぐるその前にパッて振り返るんです、真顔で。で耳元でこう言うんです、絶対に逃げないでね、すごい低いトーンで耳元でそうささやかれて、で改札をくぐって女性はトイレに向かうんですけれど、何度も何度もこっちを振り返りながら自分の位置を確認してくる。投稿者の方怖くなって、その女性がトイレに入って30秒数える。30秒数えたらすぐ逆の改札に行って急いで山手線に乗って帰路に着いたそうです。投稿者の方言ってたのが、あの30秒の長さ忘れられない、あと耳元でささやかれた絶対に逃げないでね、その言葉は今でも忘れられないそうです。以上です。はい、OK でございます。はい、ピャー。あー、まあありますけど、まあちょっとまあ全然カットしてもらっていいんですけど、あの僕の地元のとある高校なんですけれど、そこがあの廊下をバイクで走ってる、廊下に布団が敷いてあるとか、そんな高校がありまして、でそこの、まあ1学期2学期3学期って終わるたびにどんどんクラスが半分になってくって、そこでまあその学校行ってる子たちは基本的にアルバイトは飲食店とかであんましないんですよ。高校生とか普通は飲食店とかでするじゃないですか。そのやってるバイトっていうのがあの運び人、ほとんどがそういう感じみたいですけどね。運びのバイト何とは言わないですけど、あ、はい、まあ裏ウーバーイーツじゃないですけどそんなのがあるみたいですよ。噂ですよ所詮。はい、お薬系ではないんですけど、やっぱあのメンヘラの女の子っぽい感じの方と一回付き合ったことがありまして、でまあこれも全然切ってもらってもいいんですけどあの何でしょうね、こう行為をしてから付き合った方がいいなって心の奥底から思ったのが、あのその女の子とは付き合ってからそういう行為をしたんですけど、最初になんか性癖あるって聞かれて、いや俺別に結構ノーマルだよっていう話をして、私あるのって言って寝てって言われて寝っ転がされて、であの首をずっと絞められながら、あの乳首を噛みちぎられそうになるまであのずっとやられてたっていうことはありましたので、ちょっとまあこれから付き合う方とかの性癖チェックは皆さん必ずした方がいいですね。何を秘めてるか分かんないんで、普通に生きてる人でも、はい、気をつけてください。だからまあその以降はもう女性と会うと噛まない、噛まない、首絞めないっていう確認は必ずするようにしてます。まああのやっぱ渋谷のこの昔のアングラ感をがあってのお話なんで、そのまあアングラな説明と、やっぱり決めセクとかわからない方もいらっしゃるんで、そこの説明、あとはこう後半に関してはちょっと緊迫感があるような、だから少しちょっと話のテンポを上げるような感じで話させていただきました。あ、もう後半は全部難しいですね、このお話。この投稿者の方の心情をこううまいことを伝えないと、やっぱ耳元でささやかれるあの言葉ってうって来ないと思うんで、できるだけ頑張りましたね、はい。そうですね、不意に声かけてくる人大体やばいんで気をつけてください。いやー、興味深いお話でしたね。あなたの身の回りでも不思議な体験はありませんか？この番組では視聴者の皆様から未発表の心霊体験を随時募集しております。それではまたお会いしましょう。